画像ではちょっとわかりにくいかもしれませんが、これはキーボードになっています。こんなキーボードを見たら、海外の人たちはどのような反応を見せるのでしょうか。それでは見ていきましょう。日本は真面目にものづくりをしてる。このハムスターみたいな顔が腹立つわ、わら。うわぁ、目が痛くなる。こんなモンスターみたいなキーボードをマスターする自信がない。あのでかいエンターキーだけが大好きだ。いいセンスしてるよね。このキーボードはまるで悪夢のようだな。 Google キーボードだ。何年か前に渋谷のオフィス六本木に移る前で見たことがある。結構感動したよ。すごいゴムの香りがしそうだ。本当はまだこれだけじゃ足りないんだよな。クオーティー配列のように分かりやすくなってたらいいんだけどな。俺の親父はアットマークを探すだけでも20分かかったから無理だろうな。なんか掃除が大変そうだな。そのエンターキーは僕のために作られたものだと思った。国際標準化機構だけどでかすぎる。漢字だけのキーボードが欲しいわ。俺の予想だとそのキーボードは20万円くらいはするだろうな。